お疲れ様です。今日はですね、こちら羽根羽根デッキやっていきます。さあ、こちらね、キョスケロイジェイバレル、なんですけども、これはですね、羽根羽根さんというね方が愛用してるデッキでございます。さあ、こちらですね、はい。で、まあ、羽根羽根さんは、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、元ね、プロの方ですね。クララは元プロ、かつ今はねコント動画を主に、はい、上げてる方ですね、はい、コント YouTuber はい、はい、羽根羽根さんです。で、まあ、その方がね愛用してるデッキで、なんかキタシちゃんとか他の人たちもちょっと羽根羽根さんのねこのデッキちょっと使ってみた動画を上げてたんで、ちょっと俺もね使ってみようかなと思います。なんか歴代最強らしいです、噂によると。はい、1日ぐらい前に上がってました、歴代最強キョスケロイジェイ羽根羽根デッキが完成したっつって。なんか、まあ、ずっとキョスケを使ってる方ではあるんでね、はい、ちょっとどんなものか私がねチェックしてお見せします。ウッときたらバレル飛ばそうと思ったけど、ボンボいけ、熱い、お、いいね。さあ、でキョスケ普段使わなさすぎて悩むな。キョスケね、まあ、キョスケの後ろにロイジェイをつけるだけで、まあ、強いっちゃ強いとは思うんですけど、まあ、なんかタイミング見て出していきたいな。なんか、キョスケプラスゴブリンバレルでも攻めれるし、まあ、キョスケプラスロイジェイでも攻めれるし、まあ、バレル、枯渇関係としても攻めれるし、まあ、いろんな戦い方が多分このデッキはできると思います。よいしょ。で、まだちょっと一回も触ってないんでね。実際どんなもんかは私は知らない。ああ。コウモリがちょっといいか。で、相手は 2.6 グっすね。フル？ウッド使ってくんねえかな。全然使ってくれねえんだけど。そんなことある？これ、結論まずいかな。いや、でかい。で、タワーはなんかブラスターをさっき覗いたら使ってたんで、ブラスターです。まあ、これ、キョスケつけるとね、進化スケのサイクルじゃない？俺の曲が正しければね。こんにちは。はみ出るぞ。来いよ。来いよ、進化スケ。分かってんだよ。これ。いけ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 。ウッドを全然使ってくれねえが。いや、強い！キョロイレイジ？ウッド使ったな。うわー、これでも、ぬるっと守られちゃうんでね。やべ。いや。マジ、バレルいるこれ。ちょっと待って、いつ飛ばすちょ、マジまずい。バレルを飛ばすタイミングをね、見失った。いやー、俺バレルずっとさ我慢してんのにさ、あんまウッド使ってくれないの嫌だな。マスケとかはね、まあ正直知らねえよな。ウッド使いたいんじゃね？使わない？使わないですって。いや、吹きはいいよ。いや、結構入ってる。マジで怖すぎる。あるね。来い。来ねえのかよ。マジかよ。いや、めっちゃいい。よし！え？熱いんじゃないの？やばい。いや、お、これさ、実は右ドッキリある。うわい！マジかよ、キョスケ入ってるやん。さあ、これが、羽根羽根デッキです。ゴブリンバレルマジでいらなかったんですけど、進化コウモリ、進化ボンバーか。ああ、進化ゴブリンバレルでもワンチャンいいか。勝手に改造していく。いや、まあ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 、一旦ね。じゃあ相手が26だったんでね。
バレルのなんか雑に飛ばしてもね、アド取られるだけなんでね。いや、まあよく勝ったんじゃないですか。すげえなこれ、呪文がレイジだけなんでね。おお、こんにちは。美味しいね。まあこれにロイジェイつけてレイジ打ってウッド使ったら、もうね、吹き矢ギャング追加バレル飛ばすっていいもんな。いっちゃおうぜこんな。俺絶対きついぞ。いやー、すごい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 、え、なんかすごいすごい、なんかいいのか良くないのか怪しいが、いや、なめとかやめてな。いや、めっちゃいいぞなんか事故ってたな、気をつけろ。いじゃあんなことなんのか。いやー、ダイナマイト、まあコウモリでしばけるんでね。で、ウッド系の呪文がね、使われてはないんですよね、まだ。いや、バレルはね、これ隠し持っといた方がいいですよ。はい、迫撃プラスのドリルね。え、ちょっと変わってるな。まあヤナメとかがあんのかな、どうなのかなみたいな。いや、ナメありましたね。もう打って縦線で防衛みたいな感じか。よしよし、ボンバー歩いといで、いらっしゃい。いや、いいなこのキャスケの爆破システムね。かつ相手がね、あれ使ったんでね、いや、ナメ今はボンバー系も最強です。もうちょっとなんか難しい。迫撃、あ、まだロイがあんのか。両サイ攻めもかみたいなとこある。あ、これ進化ドリルなんだ、だるいね。いや、これ熱くね、やなめ使ってんの。で、コウモリがなんかちょっと刺さりそうなんで、レイジ打って、で、進化ボン。いやー、もう一発 OK、 許すことはできる。やばい、いや、めっちゃいいか。え、このさ、コウモリギャングの受け天才じゃない。しかもキョスケのバカガール、もうレイジでさ、フフフフ、ぶっぱぶっぱで、ヤナメ使いたい。コストがないね、笑いしかできないね。え、笑っても勝てないよ。おっつさてはちょっと強いか。歴代最強って言ってたんだね。初めて使って初見で2勝でさえ2分の2、今んとこめっちゃいいな。ヤナメ持ちは意外と相性がいいかもしれないっすね。なんかヤナメザップとか、まあなんかポイズンウッドとか、なんかそういう系がだるそう。あ、ボイドとかにもね、意外と強いのかもしんない。さあ、今回は、単純にバレルで攻めてみたり。え？防衛は？いやー、むずい、この防衛。今のバレルにさ、呪文使ってほしいじゃん、こっちは。いよっ意外と悪くない。まあ対空が私は3枚ですよと、控えめなね。ボイドヤナメかボイドザップっすね。いや、バレル強いぞ今回。え、あー、ザップね。まあインドラ邪魔だなこれ。ロイジェイは、うん、でもいいけどな。もう一枚対空スケドラかメガコなんですけど、メガコパタだったら幸せにはなれる。いや、さすがにか。いや、これボイドケアしてもいいな正直。残るっしょ。で、ここで行っちゃったり、ね、で、これをボンで射抜くんですよね。
いやいいダメージ、いいねいいね、ボンボボンボボボボボボボ、ほい、え鬼強い、いやこれちょっと痛いけど、このブラスター働かせます。いいよ一発だけね。いや神攻めすぎんで、これちょっとうざいっす、吹き合い目ね。からの、いやスケドラもバルキリーマンヌか、まあこれでロイジェとか行っちゃっても、やべやべ間に合わん、あやべ、見なかったことにしてください。ボンボンもそんなんで死ぬのよ、これ行かなきゃまずいっすね、守れないんでね。一応守るっていう、怪しい、あああれ、いやマジあのミスターバレルバレルキョスケみたいなやっちゃったんだ。あれだってタゲ取れててバレルの対応相手コストなくてだったんで、普通はやっちまった。いや今のに関してはマジで俺が悪いな、勝ち試合だったっすね。まあ吹き矢がボイドで行かれるのが嫌だが、ギャングで気合の延命もできそうではあったっすね、ワンチャンの。うん、ドリルの受けはちょっと豊富で嬉しいな。一本取ってからも強えな。バレルからのロイ、バレルからのキョスケもできるんで。マジ無理。え、強すぎ？ウォールブレーカーとかいうカード。まあ、痛えダメージではあるっすね。え？ドリルウォールブレーカー。美味しいな。バルキリーボンバー基本的に呪文はないイメージあるな。インフェ、あーいやこれちょっと昔のやつだな。いやウォールブレーカーの受けむずっ。いやこれ行ってもいいな、いやファイスピ強っ、どんだけよ、やばいマジ、バルキリーオールブレイカーされるだけできついな。意外と止まる、意外と止まった方が、これファイスピあるまずいか、やめて。いやでかい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 、吹き矢もバルルも両入ってんや、ま、今のでけえ、アホアホー。いやーこれ左一本気合いで欲しいな。ウォールブレーカーインフェ、いや一時交換しちゃいたいな。強すぎだろ、いやさすがに折れそう、さすがにね。ふんふん、熱これさマジ終わらせられん試合を。いやーキングがもしかしてみたいな、会っちゃったりすんのこれ。いやー進化バルキリーの、うわーいいロイヤー、いいロイじゃねえ、何あれだい誰だよあれ。
いやなんかワンちゃんちょっとバレルリージ、うわーむず、いやこの警戒の塊俺でかいからのここのロイはインフェを置けないだろあんたは、でかすぎる、ふぅいやおもろいおもろいぞなんかやりようがいっぱいあるっすね。もう巨スケ、まあロイジャーをずっと出さずに立ち回るのもよし、まあ、バレルを出さないのもよし、なんか後ろからゆっくり行くのもよし、端前から行きまくんのもよしみたいな。はねはねネッキーラドラドドデッラドラドデッキにしてやろうか、これ1枚ぐらい変えて巨助抜いちまうか巨助メガナイトとかにしても強そうだな。おーえエリゴレじゃね、エリゴレまずそうだね、エリゴレ？エリゴレ？エリゴレ大丈夫かな？ヤナメボイドレイジとかだよ。あー、だるいね。いや、でもね、あるよ、これ。ボンバーがちょっと強いんだろうな。これでロイジャー行ったらさ、普通にあんただるいんじゃないのって話だよね。ほら。え天才がいる、しかもキョスケレイジも、え何かリヒシマル呪文多すぎだろ、耐えたい、でかい、いや生きたことに価値ありよ、ヤナメボイドレイジよ、全部いくやん、吹き矢ギャングコウモリボンバー、いやーこれこっから怖すぎる、どうする、キングに行くのが正解なのか、いやー許さない、いやーまあ一旦は守るふりはするんですけど、左は守んなきゃいけないね、いやーまあまあ呪文打たれるまで我慢ですよね、やば、いやあんのかこれ、うわぁ。惜しい。エリゴレマジで消えねえかな。普通にエリゴレがうずんだけど。なんだこれ。強すぎんだろ。本当に消してくれ。おこや。ポチトラ。エリゴレで。本当にね。みんな喜ぶだろ。エリゴレが消えて。悲しむ人いんのか、いません。みんなが幸せになれます、お願いします、運営さんよろしくお願いします、エリゴレは辛い。
あー、タルスケ LSP、 なんだこれ、タルスケ LSP。 おー、いやまあ普通にロイジャイか。まあエリゴレじゃないんだよね。私幸せですよ。え、何これ、結構わかんねえな、マジ。右にロイジャイとか行っても強そうだけど、コウモリとか行っても強そう。おー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 、何この公開だ、なんだこれ、ロイジャイなんかい。え、なんかやだな、そのスタンプ。もう敏感になってんだからな、こっちは。エリゴルで、え、変なロイジャイ引いた、まあ、見たことねえな。ほら、いた、トリトンか。よろしくないね、タルババ。トルネとかもマジでありそうだけどな。おっつ、いや、やめて、落ちないんで、落ちるよね。そしたら今敏感なんだからな、おい、覚悟しとけよ。よし、でかい、マジでやばい。うわー、あんまり入ってねえ。2回からよろしくって言っとこうかな。キモめに絶対間違えてるやん、なんかと。これさ、もうこれでいいや。はい、いや、吹き矢が、ふい、ロイジャイが、ふい、熱っ。熱っ、でかすぎだろ。もう本当に困ったもんですわ。おお、なんかさっきからなんでこれ開幕喧嘩売ってくんだ、不機嫌な俺に。よ、バカかよ、おい、どうすんだ、やんのか、やんのか、やめて、はみ出てる、痛すぎだろ。いや、喧嘩はね、自分からはふっかけないけど、売られたらもう、はい、即買います、僕。嫌いじゃないですよ。ワンチャン突破できねえかな。怖いんじゃない、手すきが入るんじゃない。入ってんねえ、それ。いや、入ってねえのか、なんで、入れよ、まず。いてー、いやー、豪快点ドリル、いや、フェニータってせんのか、ちょっと、いや、しばきます。喧嘩売られたんで、ちょっと戦いに行ってこよう。まずい、呪文使ってほしかった、ちゃんと起用されてる。え、迫撃のパターンだ、なるほど。やなめだったんで、ここはあんまり出したくないな。今ぐらいに出すか。はいはいはい、やら見つかったよね。そのソウルコールは本当かよ。むずー、出せばよかった。どうせ暇になる程度だ。
やべ、ちょっと痛い、縦が痛い。300、600くらい削るやん。うそー、入りすぎだって。まずビビってんね。なんか自分からスタンプでふっかけてきた割にはビビってんな、その反撃は。なるほど、ビビリボーイね。行っちゃおうかな。なんか事故りそうじゃね、ルート強制とかで。ロイジェンレイジ打っちゃった。え、この吹きは2個もいらんかった。ビビっちゃってんね。え、熱い吹きは吹きは、え、もし勝てそうじゃね。流れがなんか良すぎるぞ。じゃあ早めにちょっと気持ち悪いグッドゲーム置いとく。普通にやられたらはっ、まだ試合終わってねえしってなるやつ。え、なんか止まんなそうじゃね。進化取りできたぞ、おい。やべ、マジでミスった。グッドゲームを相当したらゴブリンが出てきた。勝手にピース知らんけど開幕ホレイが流行ってんのか。謎ばやり、何流行ってんだ。コウモリ、おお。親衛隊、親衛隊か。まあまあ、ただの強ですよ。守んのもめんどくさくなっちゃった。え、そのデッキボムタワーとかいたっけ。マイティいないにかけていいかな。遅れて死にたいだ。え、結構いい攻めではあったか。さあ、ダメージ的にはトントンですね。相手の呪文がなさげではあるな。これはね、これでいいんですよ。これが正解です。からの、バレるまでいっちゃって。いやー、強い。コウモリまずい。相手呪文なさそうだな。ボムーすげえ邪魔っすね。ちょっと ポイズンの未来が、でかい。追いつきはした。さあ、まあこっからじゃないですか。ポイズンなのちょっと熱いな。いや、これね、絶対相手吹き矢ギャングコウモリうざくなるんで、ゆっくりで良さそう。まあ、ディガー
行っちゃおうかな、なんか暇だったし。つい。マジ事故りそう。すべてが。うわー気持ちいいこの勝ち方。ギャングキアコウモリが恋だったんでね、全無双だったな。やば。さあということでこちらね、羽羽デッキですね。まあだいぶ使いやすかったな個人的に。だからまあ基本的に多分バレルはあんま飛ばさないというか、なんかロイジャイギャング、ロイジャイフキア、ロイジャイボンバーとか。なんかその辺で形組んで相手がウッド抑えたらバレル飛ばすみたいなのが多分ねデフォの立ち回りだと思うんですけど、まあ、なんか本当にキョロイの後ろにボンバーコウモリとかつけとくだけ強かったんで、はい、個人的には、はい、いいデッキなんか上からになっちゃうんですけど、はい、なんか1枚か2枚改良して俺のデッキにしようかなと思います。はい、あの皆さんもぜひこちらハナハナデッキねやってみてください。ハナさんのチャンネルも概要欄に貼ってますんで、ぜひそちらからね見てみてください。よければチャンネル登録もお願いします。お年様だに。